アミスタッド号事件。本校では、1839年に、スペイン籍の奴隷輸送船で起こった乗っ取り事件と、それに関連して、アメリカ合衆国で行われた一連の裁判について、説明する。キューバ沿岸を航行中のスペイン籍の商船ら、アミスタッド号では、船内のアフリカ人奴隷が反乱を起こし、船を乗っ取った。その後彼らは、アメリカ合衆国ニューヨーク州。 ロングアイランド近辺原モントウクミサキ州立公園、モントック、ポイントステートパークにて、アメリカ海軍により逮捕、拘留された。本事件に関連して、米国で行われた裁判は、アミスタット号事件として大きく注目を、州、奴隷廃止運動を前進させる結果をもたらした。1840年、連邦予信法廷は、これらのアフリカ人たちについては、 元々のアフリカ大陸からの移送が非合法であったと認定し、彼らは法的に奴隷ではなく自由の身にあると認めた。1841年3月9日、合衆国最高裁判所によりこれらの事故が認められ、1842年、これらのアフリカ人たちは故郷へ帰還した。アミスタト号の航海は、1839年6月28日、当時は、 スペイン植民地であったキューバのハバナから始まった。船には奴隷として購入されたとされた53人のアフリカ人が乗っていた。船はキューバのプエルト・プリンチペ、カマグエ州に向かっていたが、7月2日、アフリカ人の一人、ジョゼフ・シンケ、ヨゼフ・ソンク、本名・センブ・ピが、自らの鎖を解くことに成功、仲間の鎖も解いた。彼らは船のコック、 アフリカ人たちに対して、目的地に着いた後どのようにして、彼らが殺され、食べられることになっているかを語って脅していたと、船長を殺害、二人のアフリカ人も、戦闘の中で命を失い、また二人の船員が逃走した。アフリカ人たちは、偽造書類上奴隷たちの所有者となっていたホセルイス、ホーゼイルースとペドロ・モンテス、ペイドロ・モンテスの二人については、 彼らが船をアフリカに向かわせると信じて殺さず、また船長が個人的に所有していた奴隷についても命を奪わなかった。しかし、舵を握ったルイスたちはアフリカ人たちを騙し、アミスタッド号をアメリカが衆国海岸沿いに北へ航行させた。アミスタッド号は沿岸でしばしば目撃され、同年8月26日、 ロングアイランドのハンマイル沖に闘病し、数名のアフリカ人たちが、水や物資を確保するために上陸した際に、アメリカ海軍ブリック艦ワシントン号、1837年建造により発見され、司令官のゲドニー、ゲドニー隊員の命令により、ワシントン号上院は、アミスタット号及び奴隷たちを交流し、コネチカット州へ連行した。はそこで、海事法に基づいて、隊、 罪に、及び、アフリカ人たちの海南救助報告書を提出した、この行為は、文書引き罪に相当。伝えられるところによれば、ゲドニー隊員は、コネチカット州では、ニューヨーク州とは異なり奴隷所有が合法であった。ために、コネチカット州に上陸し、奴隷たちから利益を得ようとしていた。1839年9月、反乱罪及び殺人罪に関する訴訟が、 コネチカット州ハートフォードの合衆国巡回裁判所に提訴された。裁判所は、本件は、スペインの領海内にて、スペイン赤線上で起きた行為であり、本裁判所に管轄権はないとした。そのため、複数のグループが奴隷、船、積み荷に関する所有権をめぐる訴訟を、巡回裁判所よりも、海の地方裁判所へ提訴した。訴訟を起こしたグループには、 ルイスとモンテス、ゲドニー隊意とロングアイランドの浜辺でアフリカ人たちに遭遇し、その逮捕に助力したと主張するヘンリー・グリーン大佐がいた。また、スペイン政府は1795年に米政官で結ばれたピンクニー条約、ピンクニー・エストリーティに基づいて戦隊、罪に及び奴隷をスペインへ返還するように求めた。本条約の第9条には、 公海上にて、海賊、盗賊の手から救出されたすべての船及び商品は、その性格に関わらず、すべて正しい所有者に変換される、オールシップスマーチェンティスソフ,フ・ホワット・ネイチャー、ソイバば、ウィッチ・シャルビー・レスキュード・アウト・オブ・ザ・ハンズ・オブ・パイレーツ・は、ロバース、オン・ザ、ハイシーズ、シャルビー・ラ・サ・トード、エンタイア、ツー・ザ・トゥルー・プ・リープライアターと記されていた。そのため、合衆国は、 スペイン政府の代理として所有権を提訴した。奴隷廃止運動家たちはニューヨークシティの商人であったルイス・タッパン。ルイス・タッパンを指導者としてアミスタッド協会、アミスタッドコミッティを設立しアフリカ人を弁護するための資金を集めた。当初、英語もスペイン語も話さないアフリカ人たちとの意思疎通は困難を極めた。そこで言語学者、ウィラード・ギブズ、 ウィラード・ギブスは、アフリカ人たちの母語である、メンデコで10までの数字を覚え、ニューヨークの港に赴いて、通訳のできる人物が見つかるまで大きな声で数を数え続けた。この人物は、英国籍フリーゲート艦バザード号、バザードに乗る20歳の水夫ジェームズ・コベイ、ジェームズ・コービであった。コベイ自身、西アフリカ出身の元奴隷である。奴隷廃止運動家たちは、 ホセルイスとペドロ・モンテスに対して、暴行、誘拐、及び不当監禁の罪で訴訟した。同年10月に、ニューヨークにて、彼らが逮捕されると、保守層及び、スペイン政府は激怒し、彼らは保釈され、キューバへ向かった。奴隷廃止運動家たちの地方裁判所における、主たる主張は、1817年のイギリスと、スペイン間の条約と、 これに基づくスペイン政府の宣言によって大西洋を横断する奴隷貿易は非合法となっているということであった。そして彼らが立証したのはアフリカ人たちはメンディランド、ゲンシエラレオネにて捕らえられ、1839年4月にフリータウンの南、ロンボコにてポルトガル人貿易商に売られ、ポルトガル赤線にて非合法にハバナに輸送されたということであった。 よって、アフリカ人たちは、奴隷ではなく、非合法な誘拐の被害者であり、自由が認められるべきであった。彼らが1820年以前から、キューバ内で奴隷であったことを示す書類は偽造であると、示された。これはキューバでは広く行われているためであった。当時の、アメリカ合衆国大統領マーティン・バンビューレンは、奴隷制については特に強い主張を持っていなかったが、スペインとの関係や、 南部からの再選指示を有料し、スペイン政府側に立場を置いた。彼は、望ましい判決が出たら、上告が行われないうちに、アフリカ人たちをキューバに送る、ヨーガ州国政府のスクーナーを、入兵分校に準備させた。しかし、地方裁判所は、奴隷廃止運動家の主張を認め、1840年1月、アミスタント号と積み木を、ゲドニー単位に引き渡し、 アフリカ人たちは合衆国政府によって母国へ帰還させるよう命じた。アメリカ合衆国連邦政府は1808年に他国との奴隷貿易を禁じ、1818 18年施行、1819年改正の法により、密貿易による奴隷は全て政府の負担により帰還させることを決定している。アミスタッド合戦長所有の奴隷は、 船長の相続人の合法的所有物と認められ、キューバへの送還が命じられた。この奴隷はカナダへ逃亡。合衆国政府の法廷代理人は、バンブューレンの命令により、巡回裁判所へ即時広告を行った。巡回裁判所は1840年4月に、地方裁判所の判決を指示しつつも、国際的重要性を鑑みて、最高裁判所へ案件を送致した。 この時点に及んで、前大統領、マサチューセッツ州選出連邦議会議員ジョン・クインシー、アダムズが最高裁判所においてアフリカ人たちの弁護を行うことを引き受けた。最高裁判所はアフリカ人たちが誘拐されたものであると認定し、彼らがスペインの方に照らしても合法的な奴隷ではなく、ルイスとモンテスの所有物ではなく、よって、 ピンクニー条約第9条は適用されないとし、その自由を認め、暴力行為によって自身の自由を守る権利を認めたザ・ミス・トット 40US518。また、彼らは合衆国に売却目的で運ばれたのではない。ため、1818 18年施行の法は適用されず、連邦政府はそのアフリカへの帰還費用を負担する義務なしとした。 アフリカ人たちは自由の身となった。この時点の生存者、35人の未成年を含む、男性と3人の女児は、奴隷廃止運動家たちによって、地下鉄道の中央大駅、グランドセントラルステーションと呼ばれてい、コネチカット州、ファーミントンに連れて来られた。アミスタット教会は、引き続きアフリカ人たちに英語とキリスト教の教義を、教え、 彼らの母国帰還費用のための寄付を募った。1842年初頭、36人の生存者が数人の宣教師と共にアフリカに帰還し、メンディランドに布教本部が設置された。アミスタッド教会は後にアメリカ宣教師協会、アメリカンミシャネリー・アソシエーションへと発展し、メンディランドでの布教支援、奴隷廃止運動、また合衆国内での解放奴隷のための 学校設立活動に従事した。スペイン側は、この判決を不服とし、以後20年、スペイン女王イサベル2世を筆頭に、アメリカ大統領に賠償を要求し続けることとなった。南部州選出の議員が幾度か連邦議会に、保証決議案を提出した。11代大統領ジェームズ・ポーク、15代大統領、ジェームズ・ブキャナンによりこの活動は支持されたが、 可決されることはなかった。ジョゼフ神経はしばしばアフリカ帰還後、奴隷貿易に手を染めたと言われる。しかしこの主張を裏付ける文献は一切なく、7日寄った歴史家の間での評価は立証されていないとするものら、おそらく事実ではないとするものまで割れている。現在のところ、その証拠としうるのはアフリカにおけるオーラルヒストリー資料やウィリアム・エオーエンズ、 ウィリアム・オーウェンズによるアメリカ宣教師協会所属の宣教師たちの手になる新家が奴隷貿易を行っていることを示唆する手紙を見たとする主張のみである。なお、アメリカ合衆国は1841年にアミスタッド号事件と類似するクレオール号事件に直面した。2000年3月アミスタッド号のレプリカ船正式名称フリーダムスクーナーアミスタッド号 フリーダムスクーナーアミストットがコネチカット州ミスティックのミスティック港ミスティッシュポートから浸水した。現在はアミスタット事件の裁判が行われたニューヘイブンを母港とし奴隷制、人種差別、公民権の歴史を広く知らしめるために活動している。コネチカット州ニューヘイブンの視聴者脇に神家の像が建てられている。1997年に 映画、アミスタッドが作成、公開されている。監督は、スティーブン・スピルバーグ。配役は、ジョン・クイン・シー・アダムズに、アンソニー・ホープキンス、アフリカ人のリーダー。神経に、ジャイモン・ハンスウ、アフリカ人たちを弁護する、弁護士に、マシューマコノヒーが配されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。